リチウムイオンバッテリーの普及に伴い、さまざまな BMS が手に入るようになり、4セルが初めから組み込まれ、12V 化されたパッケージでは、BMS が標準装備されているものもあります。ただ、一口に BMS と言っても、いくつかの機能の集合体であり、制御方法も様々です。特に全てがセットになっているものは、一見すると便利そうに見えますが、それぞれの機能や挙動を把握しないと。 期待する結果を得られない可能性があります特にバランス機能についてはきちんと管理できないとバッテリーの寿命を縮める危険性があると考えています具体的にはバランス充電がされている状況において充電を上回る放電が発生した場合セル単体からすると放電状態となりますが放電が終わるとセル単体が充電状態になるためバッテリーの使用状況次第では 重放電が繰り返されてしまい、バッテリーの寿命を減らす原因になってしまいます。対策としては、バランス充電の最中には放電させないようにし、バランスが取れた後に放電すれば良いのですが、バランス充電には時間がかかる場合があり、通常利用時にバランス充電を行う場合、バランス充電される時間を待つことができないという、運用上の課題が発生します。そのため、通常運用時は、過充電、 過放電を起こさないための保護機能だけを使いバランスがある程度崩れてきた場合に各セルのバランスを取る方法が良いと考えていますなおバランス充電にも種類があるのですが各セル単体を個別に充電できる機能が望ましいですまた安全面として高温になった場合に充電や放電をカットオフする機能も欲しいところですまとめると BMS に備わっていて欲しい機能は過充電保護 過放電保護セルバランスチェッカー高温時カットオフを基本機能として備えセルバランスが崩れてきた場合にバランス充電を個別に行うことができる機能があればリチウムイオンバッテリーの長持ちで安全な運用を比較的簡単にできると考えていますいろいろな BMS を調べたり購入したりしてはいますが求める機能を実装している BMS と出会えていないためいまだに これらの制御をマニュアルで行っていますただマニュアル運用は面倒ではあるため求める機能を実装している BMS を引き続き探しつつも求める機能を構成する制御機材は部品で出ているため自作してもいいかなと考えていたりします自作の場合さらに理想の形にするため充電と給電の2系統を作り放電に必要な電力供給は別系統の給電から行い 充電中のバッテリーから放電させることを防ぐことでバッテリーを長持ちさせつつ個別のバランス充電の対応も不要となる便利な仕組みの構築までできたらいいなと考えています。ご視聴ありがとうございました。